クリス・デート・クリス・デートは、関係データベース技術を専門とするコンピュータ、科学者である。特定の企業に属さず、独立した個人の立場で、関係データベースの分野で、研究、講演、技術書の執筆、コンサルティングなどの活動を行っている。クリス・デートは、イギリスのケンブリッジ大学で数学を専攻して、1962年に学士号を取得した。 その後デートは、同国のロンドンのレオ・コンピューターズ・リミテッドで、数学の素養を持つプログラマとして、コンピュータの仕事を始めた。その職場で仕事をするようになって、すぐに教育とトレーニングの仕事をするようになった。1966年に、ケンブリッジ大学で修士号を取得した。1967年に IBM ースリーに、プログラミングの講師として入社した。 1969年から1974年の間は IBM の欧州の教育プログラムにおいて主席講師であった。デートは IBM に勤務していた時にエドガー・エフ・コットが関係データベースの関係モデルを確立した際にコットの作業に協力した。その後、IBM の関係データベース管理システムの製品 SQL、DS と DB2 の開発に参加し、 技術的な面での計画と設計を行った。デートは1983年に IBM を退社した。デートは現在、ヒュー・ダーウェンと共同して関係モデルの多方面において研究を行っている。デートとダーウェンは多くの人々から関係モデルの主要な研究者と評価されている。クリス・デートの著書案イントロダクション2データベースシステムズは2007年現在、 第8版が刊行されており、データベース技術の定番の教科書である。日本語訳、データベースシステム概論は、第3版と第6版が刊行されている。英語版だけで、発行部数は70万部以上であり、世界中の非常に多くの大学で、データベースの教科書として採用されている。デートは、この本以外にも、データベースの分野で、多くの書籍を表している。 主な書籍の一つとしては、データベーシズ、タイプス、アンドザ、リレーショナルモデル、ザサードマニフェストがある。この書籍は、現在は、第3版が刊行されており、データベース管理システムの将来の方向について、詳細で広範な提案を内容としている。この節で挙げる著書のほか、クリスデートは現在、www.dbdebunk.com で、 ファビアン・パスカルとともに、データベース技術の記事を執筆している。データマネージメント・アソシエーション、ジャニアリー2007ニュースレター。http:/sfdama.org/.newsletterarchiv/.2007/.newsletter2007-01.htm ありがとうございます。